でこう伸びすぎたところから好きなところでこの茎をこうやって切ります。そうすると切ったところのこっからまた芽が出てくるんで、またボリュームがワンボリューム大きくなります。でこう伸びたやつもこういう茎の、根っこの付け根からこうやってカットします。こういう感じ。ここも結構バサバサ切っちゃって大丈夫なんで、ここもで切ったところ全部から芽がちゃんと出てくるんで、またワンボリューム大きくなります。